じゃーん。理想の和朝食ができました。いただきます。卵焼き、うん、安定の美味しさ、うん、シルジャパン TV。 今日は、お家にあるもので簡単にできる理想の朝食作っていきたいと思います。今日は、卵焼きとか、まあ、定番なんだけど焼き鮭とか使って和食プレートに挑戦していきます。それではクッキングスタート。こちらはお浸しに使うので冷凍のオクラを茹でて水切りしておきます。そして冷凍にしておいた鮭はグリルで温めていきます。次は卵焼きの準備をしていきます。沸騰してきたら火を止めます。美味しそう。卵を割ったら白おだしと、あとはみりん、蜂蜜を少し入れます。フライパンにサラダ油をひいて卵を混ぜます。卵を焼いていきます。焼いていきます。内側でキノコソテーも作っていきます。オクラを食べやすい大きさに切ります。次は豆腐を食べやすい大きさに切ります。じゃじゃん、豆腐スタンプ。おー、かわいい。切るぞ。そしたら最後にかきたま汁を作っていきます。まず水が 600cc ポットに入れていきます。そして本だしが 1.5 です。で火にかけて混ぜていきます。そして片栗粉 0.5 対1の割合で混ぜていきます。このくらいと水が大さじ1。
で混ぜ合わせていきます。で、だしが溶けたらここにみりんが小さじ1杯、醤油が大さじ1/2で、塩が小さじ1/4で、先ほどの片栗粉も入れて混ぜていきます。沸騰してきたら溶き卵を静かに流し入れます。卵がふわふわで美味しそう。お椀に盛り付けて完成。卵焼きをカットして、今日はこのハローキティプレートを使っていきます。キャー、おっきいね。こんな感じで完成。じゃーん。うわー、ほかほかで美味しそう。ソテーにウインナー、卵焼き、焼き鮭、梅干し、豆腐の冷ややっこにオクラのおひたし、そしてかきたま汁。じゃじゃん。というわけで理想の朝定食ができました。じゃじゃん。すごい重たい、ボリューム、たくさんのメニュー、そしてご飯も炊きたて。それではいただきます。うん、卵がふわふわで美味しい。オクラのおひたし、これはちょっと醤油をかけていただきます。うん、食感が良くて美味しい。卵焼き、うん、安定の美味しさ。昆布を乗せて、うん、美味しい。そしたら次にきなこソテー。きのこの食感が良くて美味しい。ジョキジョキ。程よいし、焼けでちょうどよかった。そして、お豆腐。美味しい。梅干し。Thank you.
して、ウインナー。うん。完食。ごちそうさまでした。うん、やっぱり日本食はいろんな味がちょっとずつ食べれるのが日本らしくて楽しいかなと思ったのと、うん、改めて朝ごはんを家にあるものでパパパッと作るのを紹介してみました。じゃあ今日は汁の簡単朝ごはんの紹介でした。本日もご視聴ありがとうございました。この動画が良かったらいいね、グッドボタンとチャンネル登録もぜひぜひよろしくお願いします。みんなからのコメントもお待ちしてます。じゃあまた次の汁ジャパン TV でお会いしましょう。バイバイ。Have a nice day!